I'm waiting for it. Jumbo! Are you ready? Go! さあやってまいりましょう。さあまずは A 状態、ポテミアン、ポテミアンエリア。誰なんだポテミアン。さあそして対するは、フォアさんのレミーですね。さあポテミアンエリア対レミー、エリナレミーだと。さあまずはエリナが1本、ポテミアンエリナが1本。さあ向こうではジャガー拳が1ラウンド。さあ皆さん、実はですね、昨日からなんですけどね、ついにですね、アチョウ の動画もですね、ミキサーを導入するという、ね、今更かよっていう、うちのスタッフでミキサー余らせてる子がいたんで、とりあえず提供してくれましたっていうだけなんですけど、さあ言ってる間にポテミアリナがまず 2-0 で1勝では、そのまま2試合目お願いします。さあまずジャガー圏外1勝では、そのまま2試合目お願いします。ジャガーはさあまずポテミアンエリナ。誰なんだポテミアン。さあ向こうではジャガーが1ラウンド。さあこちらはポテミアンが1ラウンド。2ラウンド目はさあフォアレミのダルブリード。さあ中段に EX 様何なの。さあフォアが1ラウンド取り返して3ラウンド目。スーパーブレイブを通して、さあ 2-1 でポテミア。兄弟でポテミアンさんとじいさん行きましょう。ポテミアンさんとじいさん、はい、B 兄弟でじゃあお願いします。HTK 対クロスチャンリュー。さあまずクローズ1ラウンド。さあ向こうは G ネクロと、そしてポテミアンエリア。途中台まで行ったんだが、しかし、ここでジャッジ陣内、次は投げて、投げ返して、移動投げ、あーっと、ここから背負い、さあ取り返した HD 剣、さあ向こうは G ニクロが1ラウンド。
まずクロスリーが21、さあ向こうユニクロはさあ剣太チーム2回目、ゴール足通らず、さあこれは攻略まで、さあクローズがまず1ラウンド、さあ向こうはエレナが一勝、よく飛んでくる、どうなる、ゼロドット、ゼロドット、さあ2-0でクロスチュンリー、さあ行きましょう、影響体はフォアレビー対ジャーゲン、さあ完璧に、さあまずはジャガーが陣内を通して怪しい、さあレビーが少しずつ落ちてくる、さあ向こうは 2-0 でエレナ、ポテミアンエレナ、はい、じゃあ猫の日さんとクローズさん、猫の日さんとクローズさん、はい、ではお願いします、はい、猫の日クローズで、クローズ、クローズさん、クローズさん、クローズさんが行方不明になりました、きっとトイレに違いない、じゃあじゃあ猫の日対 HP でいきましょうか、はい、さあ2試合目、さあ向こうはまず HP 剣が一緒、さあまずジャガーが一緒、さあ向こうは猫の飛行機が1ラウンド取り返す、
ゃあ行きましょうか。じゃあ、フォアさんとフォアさんと、HT さんやりましょうか。フォアさんと HT さん、はい、3体目を使わないといけないかな。よし、さあ1人増えました。一人をしてる間に向こうの結果を見落としたよ。まずはポケピアンエリアが日本の表記に1ラウンド選手、さあ向こうはジーネクラが1ラウンド、さあ誰なんだポケピアンエリア、まだいい、
ず1勝したのはジムクロー。2試合目お願いします。2試合目、2試合目をはいお願いします。ジャガー対クローズ、ちょっと低音下げすぎよっ。このジャガークローズは1日で3ラウンド目。さあ手前は HD 剣第1歩デミアンエリア。ジムナイが飛んできて、ファイチャーの選手、ファイターズレディー、ゲージ。
ジャガー対クローズが B 筐体、A 筐体はさあ1日取り返して3本目。さあ黒取って陣内飛んでくるガード、いや、ゆき飛んできて、さあ向こうはジャガーの勝利。さあポテミアが 2-1、 ジャガー対ポテミア、D 挑戦、はい、お願いします。今の昇竜サードっぽくないです、明らかになんかゼロスリーっぽい昇竜でした。Go for it! Three! Three! Three!
さあ、あとちょっとでございます。筐体がジーネクラ対ジャガーケン。さあ対空電撃からの最後は投げ。さあまず1本取ったのはジーネクロ。さあ向こうではまず 2-0 で攻撃。ピヨってしまう。さあ 2-0。 猫の飛行機は 2-0。 はい、じゃあ、ポテミアン対クローズいきましょう。ポテミアン対クローズ。さあポテミアンはこれで最後の試合。クローズがちょっと勝ち多めかな。クローズが2敗、ジャガーが3敗、チーが4敗、ポテミアンが4敗、 HP が3敗。あ、結構並んでますね。さあちょっとこれ最後までわからないですよ。これなんか3敗2敗から4敗が結構コロコロ並んでる感じなので。まずチュンリーが一緒。すいません、今セット数はクロースさん、セット数は 2-0 さあこっちは2試合目。陣内飛んできてからの、あと中足は通らず投げて、あとギョッとギョッと。さあジーネクロまずいちゃうと。さあ 2-0 でロッシュンリーが勝利。
はい、では、クローズさんそのままそこで連戦、クローズ対フォアでいきましょう。クローズさんとフォアさん、はい、クローズさんとフォアさん、さあこれでクローズとフォアもこれが最後の試合。さあ陣内が通って、お攻めは回って中段、あとガード波動 DX で飛んでくる、最後中足で、ファイナルラウンド、ゴーフォーイット。ああ中盤から、おお一回、あとどうなる、あと最後中足リーチ、さあこれでこれやってるのと、あと自体猫の表やったらこれでリーグが終わります。さあ最後エクオタイはちょっと経験を残してあるっていうね。さあクロスチュンリー対、あーごめんなさい、ジャガー剣対 ST 剣、向こうはクロスチュンリー対バレフィン。さあ陣内でアドット最後チュアシ、さあまずはジャガーが一本選手4名、さあ HP が押し込んでいく、かかと大丈夫だ、まだ大丈夫だ。さあブロから中間出れない、投げて抜けて、あっと、さあ次回お返し追いついて、さあゲージがあるのは HP、 あっと勝利、最後チュアシー 2-0。 じゃあ猫対 G はこっちでやりましょう。でその間に僕計算しておくね、さあでは2試合目、HT が1ラウンド。さあちょっと計算するのでちょっと無口になります。
さあ人類投射のチャーハン最後中和神秘1位。Gネクロ。螺旋なんとかかんとかってやつじゃないですかね。あの昔話題になったあれですよね。螺旋攻撃最強とかいう人も昔いたんですよ。もう何年前の話かも忘れました。あーと螺旋、螺旋使えるじゃないですか。いいじゃないですか螺旋。強いですね。さあ 2-0。 これでね、さあさあでは見てまいりましょう。決勝トーナメント1ピガーがさあ予選リーグ、7勝5敗で3位通過の HT 剣、そして2ピガーが予選リーグ9勝3敗で2位通過のジャガー剣。さあちなみにジャガー対 HT の先ほどの結果はジャガーは2連勝している。さあまずは HT 剣が1ラウンド先取。さあ2試合目、ここからユーライス、ジェネラル、しかし、プロかな。さあ、昇竜、ジェネラルまで。しかし、ここで、今度はジャガーのジェネラル。もう一回、投げて、押し込む、画面端、アウト、さあ、プリキして、プロ取って、ガード。抜ける。さあ最後は裏から背負い、さあ取ったのはジャガー。さあ3ラウンド目、あとガード、そして昇竜陣内。さあ体力を3割奪っていく。
あと黒取ったが昇竜を待っていた。さあジャガーがリードを大きく取って、さあここからすり込んで陣内、最後は残って、さあここから一度振る、しかし前出しからの下中盤。さあまずジャガー、さあ2試合目、さあジャガーがアドバンテージで迎えた2試合目。放送も終わりまして、終わってなかった。さあ、サナノエ、さあ、店内放送も終わりまして、さあ、サナノエ、まずはジャガーが体力リード。見てて、あと、全部ブロ取って、取ったのはジャガー2連勝。さあでは決勝行きましょう、クローズ対ジャガー。さあ本日のサードワンワン大会7人参加、さあ決勝戦はクローズ春季対ジャガー県。さあ予選1位通過、10勝2敗で1位通過のクローズ春季、そして9勝3敗で2位通過のジャガー県。さあ予選での組み合わせはジャガー対クローズは1勝1敗。さあクローズの2敗のうちの1つがジャガー拳。さあまずジャガーが1ラウンド、剣が前サイドブリーダー、あーと、さあ振ったところに陣内が待っている、投げて、さあかわしたところ投げが待っている。さあまずジャガーがリーチ、さあ剣対処理、おっと、行くぜ、投げ倒せ、さあ中足攻略。さあまずクローズが1本、攻撃から移動投げ、これ取って、さあここからジャガーどうする、
こっちでね。ガードシール。ガード。さあ、ベーション通して、もう一回。で、これは残して。最後は打ち。さあ、ジャガーがこれでリーチ。サンラノへ。ガード？投げる？さあ、ここはスタンバスから始めない。さあ、これでジャガー体力リード。あと最後一気に決めたというわけで、予選から準逆転ということで、本日優勝